サイモン・フィリップスのダブルベース・ドラムセット・ダブルベース。ドラムとは音楽においてバスドラムが2個セッティングされたドラムセットやその状態、またはそれを用いた演奏技法を指す。省略してツーバスとも呼ばれる。ツーバスは主にハードロックやヘビーメタルで使用され、特に速いテンポが特徴のスラッシュメタルやブラストビートを多用するデスメタルなどではほとんどがツーバスである。 だがそれらの音楽ジャンルのドラマーにも、樋口宗隆などのように、ワンバスに関わりを持つドラマー、ジェイソン・ルロなどのように、ツインペダルを使うドラマー、ニコ・マクブレーンのように、ワンバスでツーバス並みのプレイをするドラマーもいる。ポップスカイでは使用されることが多いとは言えず、またドラムマシンや打ち込みを多用し、生ドラムを使用すること自体が稀である。 テクノミュージックでは用いられることは少ないが、海底機 P モデルにおける上げ首、渡るなど、少なからずツーバスセッティングを行うドラマーは存在する。主にツーバスを使用する目的は、ワンバスでは不可能な連打を可能にするためや、それぞれ違う光景のものを使用し、対応力を高めるためなどがある。また、前者は演奏者の好みやスペースの関係で、 ツーバスにできない場合にツインペダルという特殊なペダルを使用することで実現が可能である。特例としてワンバスであっても演奏可能だがツーバスを使用することでより正確さを高めるためという理由もある。ワンバスの場合バスドラムを正面にセットすることが多いがツーバスのセッティング形態はバスドラムを8の字型にセットすることが一般的である。また近年では ツーバスは場所を取る大きなバスドラムを2個並べるとタムの位置が高くなり手が届かなくなるなど諸々の理由でツーバスからワンバスのツインペダルに転向するドラマーも増えてきている初めて一つのドラムセットに2つのバスドラムをセッティングしたのはジャズドラマーのルイベルソンであると言われているルイベルソンのアイディアをロックに持ち込んだ最初の人物はジャズ出身の元クリームのドラマー ジンジャー・ベーカーである。また、彼と、ほぼ同時期に活動していた、カーマイン・アピスもロックにツーバスを取り入れたとされる人物である。現在ではジャズで、ツーバスを用いることは少ない。サイモン・フィリップスが、その少ないうちの一人であるが、彼は、ロックドラマーでもある。文字通り、ドラムセットにバスドラムを3個セッティングすることである。ツーバスとの意義的相違は、バスドラムの個数のみだが、 使用者の意図は大きな相違が生じる場合がある。主に3バスを使用するものは2バスの利点である連打のためだけではなく純粋にそのバスドラムの音が欲しいという理由がある。また単に2バスを発展させて3バスにしたというものもいる。元ドリームシアターのマイクポートのイヤジャンヌダルクのドラマーの主事である。マイクポートの意の場合は それぞれ独立したツーバスのセットとワンバスのセットを隣り合わせて並べているものでスローンも2つある。ライブでは曲に応じてセット合い場を移動した叩き分けていた。主事は26インチのバスドラムを2個とは別にリズムを刻むためやアクセントをつけるための20インチのワンバスをセットしている。また別の例としてルナシーのマヤはかつて3つすべて異行形のものにして パターンごとに使い分けていた。また、個人にもよるが、3バスの場合、2バスとセッティング形態が違う場合がある。マヤは3つ、村上、ポンタ周一は4つのバスドラムを1直線上に並べている。また主事のように2つのバスドラムを8の字にセットし、さらに右側のバスドラムの奥にもう1つのバスドラムをセットするドラマーもいる。極端な例を出すと、テリー・ボジオは、 最大で8つものバスドラムを使用する。テリー・ボジオの場合は、アコースティックドラムによるメロディ演奏によるソロパフォーマンスが彼のスタイルとなっており、音程を合わせてチューニングした代償様々なバスドラムと複数のハイハットにより、フレーズを構築するために、ベースラインの一部として多数のバスドラムを必要とするわけである。そのため、足元には、 バスドラムのみならずハイハット、その他パーカッションを鳴らすための大量のペダルボードが自身を取り囲むように並ぶことになる。ツーバス演奏者が時折、ツーバスにツインペダルを用いることがある。ツインペダルはワンバスでツーバスと同様の効果を得るためのものだが、それがツーバスに応用される場合がある。一つのバスドラムにのみ用いる場合もあれば、二つともツインペダルを用いる場合もある。 前者は、主に一つをリズムを刻むために、もう一つは連打用と使い分けていることもある。後者の場合は、それぞれのバスドラムが移行形であれば、対応力が高まるほか、それぞれのバスドラムで連打することが可能になる。ディル・ EN ヌ・グレーの深夜は、ツーバス、ツインペダルであり、曲によって、ツーバスの連打、ツインペダルでの連打を使い分けている。ツーバスと普通のペダルを使ったと、ワンバスで、 ツインペダルを使った時では微妙ではあるが演奏に違いが出る。ツーバスと普通のペダルを使った時は2つのバスドラムを交互に叩くためそれぞれのバスドラムのサステインをミュートせずに演奏することができるがワンバスでツインペダルを使う際は1つのバスドラムに2つのビーターで叩くため稲が王でもバスドラムのサステインがミュート気味の演奏になってしまう。ありがとうございます。